はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間がやってまいりました。ついに6月です。はい、そんなわけでもう6月の星空をね、徹底的に語らなきゃいけないかなと思っておりましてね、今日は一人でやります。もう本当に、6月に入っちゃったんですけどね、前半戦から飛ばしていきたいと思います。なんとパンスターズ彗星のね、6等星座になるということで、これは見どころいいと思いますし、土星も小だし、火星は見やすいしね、彗星も西方最大理学だとかいっぱいありますから、そういう意味では、星を見る人たちには暖かくなってきてるし、最高なんじゃないでしょうかね。日本はどうなんでしょうか。天気は6月はいいのかな。まあでも最近は五月晴れっていうのも時間ずれてきてますけど、天気が良さそうなことをね、梅雨前ね、入っちまったら大変かもしれませんけど、梅雨を避けて見れるところだったら行って皆さんお星見てくださいっていうことで、さあそろそろ行ってみたいと思います。今回もいろんなね、情報をたくさん語りますので、よろしくお願いしましょう。それでは、神田さん一人で話します。星空の招待席、どうぞよろしく。はい、まずですね、前半戦、3日、これがまずね、土星が小です。蛇使い座で 0.0 等星。で、一晩中見えます。で、土星の場合は小さな望遠鏡で、見てね、実に、いい感じなんですよ。いい感じっていうのはやっぱり輪が見えますから。で、火星やサソリ座のアンタレスと並んでて、光景をもう楽しく楽しめますよね。で、天体望遠鏡を使うと今は土星の輪が大きく傾いて見えるので、どっかの観望会なんかあったらぜひ見たらいいと思う。ね、アンタレス、火星、土星、もう見事に並んでますよ。ね、3日に小です。この輪はちっちゃな望遠鏡でも結構見れるんで、本当に5センチとかね、8センチぐらいでも十分見えます。ただ大きいので見ると、ちょっとゾッとするぐらいいい感じって感じかな。はい、ってなわけですね。で、4日、これはね、ハンスターズ彗星の 6.4 等星が、水亀座の螺旋状星雲に最接近っていうんでね、これをちょっとね、お話ししたいと思いますね。で、6等台で予想されてます。だから、双眼鏡、ちょっと大きめの双眼鏡とかね、あと、望遠鏡だとしたら広角のやつで見てくださいということです。で、面白いのは、ハンスターズ彗星6等台に見える、ちょっと暗くなってるかもしれませんけど、水亀座から南の座、顕微鏡座と動いてます。これちょっと馴染みのないね、星座かもしれませんが、未明から明け方の南東の空から南の空に見える、やや低いところ、見晴らしの良いところで探しましょうということです。で、一番の注目は、6月5日、螺旋状星雲となんですよ。これ NGC の、7293という、これね、惑星状星雲だと思うんですけど、に大接近。ね、ちょうど新月で、観測や、撮影、観察の絶好の機会なんで、この日やりましょうっていう感じですね。これはね、もう本当に、なかなかすごい、なんていうかな、見どころだと思うんですね。で、5日が、新月で、彗星が西方最大理学ってことで、0.6 等星。彗星もね、西方最大理学といっても見づらいですけど、こんなチャンスだと月もないからいいんじゃないかなって感じですね。はい。で、同じようにして11日になりますと、これずっと行きましてね、月と木星が接近します。ね。で、木星はどんどん今あれなんですけど、月は11日ですからいい感じかな。で、月ってのはね、どっちにしろこれ、上限前、1日前なんですけど、木星も、夕方から見やすくて、これはどっちにしろ明るくて大きいので、いつでも見やすいと思ってていいですよね。だからこれが11、12と接近しますから面白いと思います。で、13日月が赤道の方に行くって、これあんまり関係ないでしょうけどね。はい。14日は、A2 スコッティ彗星っていうのが近日点通過ということですけど、観測対象じゃないですね。はい。同じように17日は、シュメガレビー彗星が近日点通過とかいろいろあります。はい。18日の土曜日、月齢13日、満月に近いですが、月と土星が接近します。ね。で、19日になりますと、月と土星の北の 0.3 度を通過して、20日が満月です。ね。はい。で、一番明るくなるのが22日。ハンスター彗星が最も明るい 6.1 度、1等星で望遠鏡座ってところで見えるってことですね。はい。まだ見たことない方は、ぜひ、こう、やってほしいなっていうことですね。はい。いろいろね、30日まで今月はハンスターズ彗星の話でも、持ち切りっていう感じなんじゃないですかね。どっちかって言ったらね。はい。あとは、なんといっても土星、火星が最高にいいということです。さあ、それでは早速話題の方をそろそろ行ってみたいと思います。探査機ロゼッタの観測により、アミノ酸の一部である、グリシンが、チェリモフ・ゲラシメンコ彗星に見つかったってことなんですよ。彗星に、グリシンが検出されたのは今回初めてのことで、彗星などの小天体にとって生命の元となる物質が地球へ運ばれた可能性を示す、探査結果だって、これ本当すごいことなんですね。これアミノ酸っていうのが、実際に、あと CO2 とかそういうものが、基本的にはその生命のもう源であることは分かっていて、それがあることによって相当の確率で、簡単に言うと生命の源であるものが簡単に生まれると。
ね、だからもう原始スープと言われるようなスープを作ってその中に置けばということですね。でこれは5月の30日の記事なんですけど、ヨーロッパ宇宙機関のね、ヨーロッパの宇宙機関の水星探査機ロゼッタが、これロゼッタもね、現地でちょっと問題があって、いろいろと観測が途絶えたりなんかするところなんですけど、14年の8月から15年8月までに、取得したチェリモフ・ギラシメンコ水星のデータから、アミノ酸の一部であるグリシンが、グリシンって聞いたことある人もいると思いますね、水星を取り巻くコマの部分に見つかったってことなんです。ね、はい。それでグリシンはこれまで2006年に水星探査機スターダストが、これベルト水星から地球に持ち帰った塵のサンプルの中にも見つかっていたが、塵が地球によって汚染された可能性もあったため分析は非常に困難だったと。今回はロゼッタに搭載されている量子質量分光計が宇宙空間での直接グリシンの存在を複数検出したという点が大きいと。これはまあ簡単スペクトルでね、見れるっていうわけですよね。うん。水星において初めて間違いなくグリシンが見つかりましたということですよ。グリシンの、全固体となりうる分子、有機分子も検出されていて、グリシン生成過程 の解明にヒントになるかもしれないということです。これ結構すごい話ですよ。さらに DNA や細胞膜の重要な酵素であるリン、ね、も検出されていると。水星には太陽が誕生した45億年前に、存在してきた原子の物質が閉じ込められていること、それらの物質が水星によって地球にもたらされた、可能性が示されたことにより、私たちはロゼッタミッションにおける重要なゴールの下とたどり着きましたと。とても喜ばしいことですというふうに言っております。まあ本当にそうですね、生命のことが随分いろいろね、概略的だけど分かってきたってことでしょうね。はい。次、火星の話ちょっとしようかな。まあ今最接近してますよね、火星がね。とにかく何であろうと火星は見やすい時期に来てるっていうことなんです。まあただね、とは言ってもなかなかね、火星っていうのはそんなに大きくなりません。だから土星の輪っか抜いた部分と火星と同じぐらいの大きさに見えるっていうのが普通じゃないですかね。だからそういう意味ではちっちゃな望遠鏡の目から持ってらっしゃる方はその大きさを見るだけでもちょっと倍率上げて土星と同じ倍率で見てみたら面白いんじゃないですかなっていう気がしましたね。うん。まあ31日がとにかく接近なんですね。だからそういう意味ではこれがいい時期だと思いますね。はい。でもちろんそれ以外にもね、その火星の話いっぱいあるんですけど、やっぱり宇宙に置いてある望遠鏡で火星を見るような形もありまして、その中でもね、なかなか火星ってのはすごいいろんなことが分かってきて、いい感じなんじゃないでしょうかね。はい。これね、 HST っていう、まあ HST って何かって言ったらハッブル宇宙望遠鏡ですね。これが捉えて、またね、35億年前に火星に巨大隕石が2度衝突した、で、大津波が引き起こされた可能性を示すという研究と成果とかね、そういうのが、いろいろ分かってきたってことですね。で、火星の上空に現れる、高層雲っていうのは、宇宙天気と関係があるとか、いろんなことも分かってきて、やっぱり近づいてくると、最接近はね、7500万キロなんですけどね、とにかく近づいてくると、やっぱりよく分かるってわけですよ。うん。で、やっぱり写真もいい写真がありまして、これ別に普通にね、名前を付けて保存していいたらいいのかなって気がしますけど、本当になんでしょうかね、やっぱり最近いろんなことを分かってきてますから、ぜひ皆さんね、見てくださいっていうのもおかしいですけど、火星とかね、木星とか、せっかくチャンスがあるんだったら、それを見る機会にしてもらうといいなって気がします。まあ、火星ね、いいです。土星もいいですね。だ土星の方が遠いので、我々が輪っかがあって見やすいことあるけど、そう、今の研究からすると火星の方がずっと進むってことですね。あと1分ちょっとかな。はい。他にですね、いろんな企業、水星が水星最大理学。まあ、要するに水星が反対側にいい感じで、見えるってことですね。ここを見ないと見る機会がありません。あとね、星空観測用オペラグラスっていうのが、アストロアーツの、オンラインショップから出てるので、ちょっと言いたいと思いますね。これは、WIDE のビノー28新型って言いまして、火災トレーディング製なんですね。火災っていうところの会社ね。で、16,200 円で、実は、高視界、口径が40ミリ、4センチで倍率が 2.3 倍。実質視界が28度、ね。コーティングも全部できてるってことで、何がいいかっていうと、まあこれ、低倍率だからこそ、天の川とか夏なんかに目につけるような形、もうメガネにくっつけて見るような形だと最高に綺麗に見えるってことなんですよ。だから倍率って余計なもんだから、あんまりやりすぎると邪魔なんですよね。だから、専門の目的で、専門の倍率を上げる分にはいいんだけど、星を見て楽しむのはこれがいいだろうと。まあ僕なんかも5センチ7倍使ってますけど、いいですよ。でもやっぱり7倍っていう倍率もあれなんだけど、この 2.3 倍っていうのはね、ガリレオで作ったってのはなかなかこれすごいものですから、ガリレオ望遠鏡だと、ちょっと進めないかなってことで、今月はここで終わりましょう。はい。それではまた。
来週、どんな話になるか。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。